本日は TKG の限界のチャレンジ、50人前総重量10キロの卵かけご飯を相手に限界チャレンジをしたと思います。限界チャレンジ、いただきます。はぁ、あ、頑張れ、俺頑張る、うん頑張る。どうもマックスです。サムライティングのお時間やってまいりました。本日はガチです。だいぶガチ、だいぶガチ、いや完全にガチ。もう言っちゃうと卵かけご飯 TKG でございます。 TKG の限界のチャレンジ、僕ね過去に大会とか、うん、あと自分の動画とかでもやったことあるんですけれど、はいはいはい、一応今回ざっくりしたこう分量というか目安をお伝えします。1人前っていうのはだいたいおおよその黄金比率が、3対1ぐらいの割合なんですよ。お米と卵の、今回は1杯 150g のご飯と 50g の卵、うん、で合わせて200、うん、これを卵かけご飯1人分で、この200をここ編集サボったらマジないわで、ブーン、50人前。はい、ってことは10キロです。総重量10キロの卵かけご飯を相手に限界チャレンジをしたと思います。何分何秒で食べきれるのか、いやそもそも食べきれるのか、この辺も、見どころのポイントになるんじゃないかなと思っております。はい、今回は、真剣なチャレンジになりますので、実際チャレンジが始まるとちょっと話とかできないと思うんですけれども、普段こうエンタメやってる部分とスポーツやってる部分の、今回はスポーツ界になるので、その辺を踏まえて見ていただけるといいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、あんたなんか俺の引き出し開けようとしてないかい。あなた俺とタンスの引き出し開けようとしてないかい。どっかで見たことあんだよなと思って。じゃあもう行っちゃいますよ。これ桜姫が着てた衣装なんですよ。ちゃんとクリーニング出したやつですよ。はいはい、桜姫が着てた衣装、なんでこういう衣装着したかっていうと、ちょっといつもとちょっと気分が違っていいかなって。ごめんもう違う、ごめん間違えた、ごめん、はい、着たかった。何やってた、何やってた顔。いや、さくらさん、本当にごめんなさい。頑張ろう、頑張ろうじゃねえよ。ちょっとオーバーするぐらい、ちょっとオーバーするぐらいでしょ。ぴったりですね。オッケー、いきます。残り 60g ですか。ちょっと大きい卵があれば十分なのかな。これでどう。ぴったり。これで右から 7.5 キロで、真ん中が 0.5 キロで、左が2キロ、合計10キロと。ジャポン、ジャポン、ゆっくりと回して、混ぜ混ぜジャポン、混ぜ混ぜジャポン、まずこうして、これはいつも OK です。これ OK。 はい、じゃあそれぞれ付け合わせ大丈夫です。限界チャレンジ、一つ目、いただきます。いただきます。スタート、ギブアップもありです。
この前の、昔やった卵かけご飯とはやっぱ分量が違うから。あ、比率が。これは固形だな。ちょっと思ったより時間かかるかもしれません。ありがとうございます。すみません。ちょっと時間かかりますね、これ多分。これね、飲み物じゃないですね。飲み物じゃない、あれ最初固形っておっしゃるでしょ。だから味わっちゃうんですけど、うん、めちゃくちゃうまい。そっちか。あね、めちゃくちゃうまい。すごい真剣な顔されてるから、話しかけちゃダメだろうなって。本当に、ないですか。これめちゃくちゃうまい、本当にうまい。頑張る。これ手で取っちゃっていいんですか、これって。どうぞ。いや、そのままで。おいで。ああ。
やべえ、やばい、やべえ、これよくそこまで行きましたね。一回鈴木さん結構止まってらっしゃった時やった、マックスさんも止まってらっしゃった時やったじゃないですか。でその時はちょっと厳しいかなと思ったんですけど、そこからここまで あの時ね、ちょうど衛星が入ってて、宇宙と交信してたんですよ。俺すげえ真剣な顔で言うから、俺ガチなこと、いやもうこういうこと考えててとか言うのかなと思って。ちょっと Wi-Fi とか使えなかったかもしれないですけど、それ俺のせいです、すみません。お前さん、どういうリアクションだよ。序盤から飲み込めねえなってずっと思ってて、でもこれはスピード出すの無理だと思ったんで、あ、ですよ、なんか途中でなんか変えたというか、もうスピード無理だって思ったので、長期戦で、はい、うん、なんかそれ見てて思いました。なんかガーってこう早く食べるときと多く食べるときの違いというか、こう辛そうに見えるでしょ、辛いんですけど、こういう時は一番成長してるなって自分で思ってて、自分が、あー、なんか前おっしゃってましたよね、なんかこう、こういう方が安心するぞ、正直、うん、軽いものやるよりは、はいはいはい、なんか何言ってるかちょっと分かんないかもしれないけど、うん、そういうこういう時が一番幸せ、うん、でも波がありましたよ、さっき眠くなってやばかった。あ、やっぱこれずっと一定とかじゃないですね、波があるんですね、うん、糖質の塊を食べて、うわーって、はいはいはい、まあ、そうですキケジー。卵かけご飯で。あ、もういいのかな。腹いてこんな見えないですけど、さっきチラッと見たんですけど、まあまあ、お腹の膨れぐらいというか。膨れてますよ。うん、それでも一口一口そのようで行こうとするのがすごいっすわ。まるで思春期の少年のように膨れてますよ。まあまあ、うまいこと3回目使いましたね、今ね。はぁ、あ、頑張れ、俺頑張る、うん、頑張る。
わぁ。ディブ。はい、お疲れ様でした。うまい。いや、もう無理だ。すみません。いいぜ。計量してもいいですか。はい。計量してもいいですか。これってどうやったら無駄にならないんですかね。チャーハンとかですか。チャーハンです。おー、残りはチャーハンにして、もう今日は食えないんで、あの冷凍にします。マジで本当無理。すみません、最後までありがとうございました。いえ、全然ストレスだね。すげえ本格的だ。入れてんのかな。分かんないけど。ボロボロだけどね。いや、もうすげえっすよ。仕事に関しては全然。